皆さんこんにちは、拓殖大学の山梨亜美です。この動画では普段僕たちが行っているワークアウトを紹介します。今日行うワークアウトは、前回に引き続き2ボールを使ったハンドリングになるんですけど、今回はリアクションのドリルを1つ目はやりたいと思います。2つ目はリアクションを使ったドリルの応用編をやりたいと思います。今回もサポートしてくれる選手を紹介したいと思います。お願いします。3年生の平翔吾です。よろしくお願いします。今日はこのバナナ大好きな、平翔吾選手と、ドリルを進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回は2ボールを使ったリアクションのドリルなので、自分のタイミングではなく指を指してくれる選手のに対して反応するドリルになっています。自分のタイミングでできないんで、ポイントとしては、最低限やっぱドリブルは強くつくっていうのをやっぱ意識してやってもらって、片方を浮かして最初はフロントを2回、これを回数は10回行うようにしてください。次はやっぱレッグ2回を同じ足で2回素早く行ってもらうんですけど、この時にやっぱ注意してほしいのが、足をこうあんま縦にしすぎちゃうとこうディフェンスに、あ、こいつレックスルーやるなみたいな感じでバレちゃうんで、できたら水平にしたままやっぱ切り返せる人はレックスルーを素早く2回行ってもらうと難しいし、効率のいいトレーニングになるんじゃないかなと思います。3個目がレッグバック、レッグからのビハインドチェンジなんですけど、これはちょっと難易度が少し上がるとは思うんですけど、でも基本は一緒なので、ドリブルを強くつくのと、レッグバックの時にちょっとボールがどっか行ってしまったりとかはあると思うんですけど、それでもやっぱこうできるスピードじゃなくて、やっぱゲームライクだと思うんで、それがやっぱ試合に生きてくると思うし、試合でやるスピードでやるっていうのが大事になってくると思います。2つ目なんですけど、さっきと違って指差しではなくこう右か左かをこう言ってもらってるので、こうやっぱちゃんと耳で聞かないといけないっていうのがリアクション力で結構難しいところで、言ってからのやっぱ素早くやっぱインサイドとフロント、レックスルー、ビハインドの順番をこう正確に行うっていうのが難しいところで、最初は別に素早くやろうとかじゃなくていいんで、正確にきちんとドリブルを強くついてほしいですね。耳で聞こえるんで、見なくてもできるっちゃできるんですけど、これリアクション力って何が大事かって言ったら、ディフェンスがこう手出してきた時とかに、やっぱ自分が予測しない動きされた時にこう反応できるかっていうのがやっぱすごい重要なポイントになると思うので、ここやっぱ前見てないとやっぱディフェンスも見えないし、ルックアップを意識してやってもらえると上達するかなと思います。今日も2つのドリルをやってもらったと思うんですけど、こう前回と違ったドリルでこうリアクションっていうのをテーマにこうやらせていただいたんですけど、いきなりこうレベルがちょっと上がって、俺には難しいかもって思う人もいるかもしれないんですけど、全然最初はできないのは当たり前だと思うし、こうもっともっと自分に自信をつけるためのメニューの一環になってもらえればいいかなと思ってます。僕もこれからどんどん追求していきたいんで、これからも皆さんと一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。